で、まあちょっとみんなに聞きたいんだけどさ、気になることがあって、これちょっと見てほしいんだよ。これ知ってる？何か。何だかわかる？まあ、ポテトやん。まあ別にボケろとかじゃないよ。これ普通に、普通にこれは。大喜利とかじゃない。これをなんかボケろってわけじゃなくて、普通にポテトやん。別にこう T シャツは昨日から着替えてないからずっと着てるだけで、別にここに意味はないよ。まあただの、まあポテトやん。フライドポテトやん。で、なんならセブンイレブンのポテトやん。俺、これすげえ疑問で、これちなみにどういう商品かっていうと、まあ、コンビニのセブンイレブンの倍盛りポテトっていうポテトなんだけど、こいつ、倍盛りポテトでこの量で税抜き372円するんだよ。俺、納得できなくて、高くないかっていう、これ倍盛りポテトっていう商品ですよ。で、税抜きでこれ372円するんですよ。で、食べても372円するほどそんなに美味しいわけでもないんですよ。なんか塩の振り方も結構雑で、ちょっとしょっぱいのもあれば味全然しないポテトもあったりもしてて、で、倍の量でも何でもないのに、これで一応倍盛りポテトっていう商品名で出しつつ、値段が372するんですよ。税抜きですよ。混んだら400何ぼしますわ。うん。これどう思う？これ。俺ね、高って思ってて、まあでもそれでも、いいやっていう人がもちろん買うし、俺も一応買いましたよ。うん、この写真撮りたくて買ったんですけど、いや、ちょっとやりすぎなんじゃないの？セブンイレブンと思って、みんなだったらどう思うかなっていう。俺は高いと思ったの。買います？これ372円で。これマジで普通に言ってんすよ、俺が。いや、例えばコロッケとかが80円、90円とか、まあ全然いいやん。高いよね。なんでこれだけ異常に高いかわかんない。例えば、セブンイレブンのホット商品が何でもかんでも高いって言うんだったらわかるけど、他は別に結構リーズナブルな価格で、コロッケもアメリカンドッグもフランクフルトも、普通の値段なんですよ。揚げ鶏とかもそうなんですよ。これだけなんか知らないけど、この見た目で、倍盛りポテトで、っていう名前で372円ですよ。税込み400円超え。信じられないんですよ。いや、弁当1個買えるんですよ。むちゃくちゃ高いんですよ。これちょっと待って、セブンイレブンで働いてる人もいると思うんですけど、おかしくないですか？本当に値段合ってんの？これ。何が違うの？このポテトの、他のポテトとの違い。別に食べたけど、俺も食べましたよ、配信前に。そう、もうムカついて食ってやったよ、最初に。こんなちっちゃい、俺の顔の3分の1ぐらいの入れ物ですよ。これで倍盛りポテトだよ。じゃあ俺の顔6倍顔じゃねえかよ、じゃあ。なあ。これが倍盛りポテトのサイズだったら、俺このポテトの3倍ぐらい顔でかいんですけど、6倍顔ですか僕は。ねえ。考え、これ180円とか200円とかだったらわかりますよ。これなんで400円もするんだよ。おう。信じられなくて、これちょっとみんなに知ってほしくて、まず最初にこれ触れたんですけど、買ったことある人います？これ、正直。買ったことある人、セブンイレブンで。食べたことある人います？そう、味も別にさ、まあ、ちょっとさ、マクドナルドとかに比べるとポテト感はありますけど、ある？いや、普通じゃない。普通じゃない。なんか特別なんか、すごいうまいとか、特別出来たてとか、特別あったかいとかじゃない。なんなら、時間ずれればしなしなのポテトですよ。うん。普通じゃない。なんでこんなするん？おい！なあ、au の通信問題で200円返金よりもな、問題だぞ、これは。なあ、au 通信障害でね、数日使えなくて、ほんで au が会見開いて、一人一人のお客様200円返しますっていう話より俺的には大事だ、これは。200円なんかええよ、もう女。セブンイレブンじゃない、au も、なんで200円返すんよ。なんでよ。ね、73億円ぐらいかかるよ。ねえ、ユーザーに200円ずつ返したら。その73億円で設備を見直したり、インフラを見直したりして、次同じことが起きないようにやっていくってことにお金使ってくれた方がいいと思うんですけど、なんで200円だけ返すのかちょっとよくわかりませんけどもね。それが保証というならば、どっちかっていうとユーザー、僕 au ユーザーなんですけど、この先の安定の保証にお金を使ってほしいなって思っちゃうね。俺らの保証よりね。うん。なんか逆になんか、中にはさ、馬鹿にされた気分だとかどうのって言うけど、まあ一人200円でもみんなに配りますから、そうすると70億円以上の金になっちゃうんですよ。
なんかどうなんかなっていうふうには思いますけどもね。子供でも喜ばんっていう。だとしたら、なんか数千万人に200円配るより、200人に1000万配ってほしいね。そう、抽選で、数千万人に200円配るより、200人に数千万とか。なんか、そっちの方がいいよね、なんかね。よかった、英雄ユーザーでよかったと思うじゃん。頼む、抽選で当たってくれみたいな。一人に70億とか ギャンブルのなんですか。まあ、ちょっと話ずれましたわ。話ずれましたけども、このポテトの問題ね。やっぱみんな高いと思うよね。許せん、これは。あんまり言うとさ、営業妨害とかいろいろ言われそうだけど、ちょっとこれは触れたいなと思って、これ入れ物このサイズなんですけどね。何をどうしてこれが400円するのかわかんないですよね。ケンタッキーでも、ああいうだって、フライのプロでも340円でしょ？だってコンビニってコンビニエンスストア、便利な店ってことじゃないですか。まあ何でも売ってるっていう。別にフライドポテト専門の店でもないし、フライ専門の店でもない。まあ、ありますよってお店やないですか。なんでなんやろうなと思って。いや、これが250円ぐらいまでだったらわかるんですよ。せめて。もう300円から高いじゃん。で、なんなら、400円ですよ、これ。税込み。そう。え？って思わない？で、これでしかも商品名倍盛り。ただでさえ、セブンの商品って底上げとかどうのこうの言われてんじゃん。幕の内弁当の卵焼き1個買えるだけで新商品とか言ったりするんですよ。そう。1年前と何が変わったのかわからない。間違い探しかっていうぐらい、弁当の内容変わってないのに急に新商品とか言ったりとか、パスタもエビをイカに変えただけで新商品とか言うんですよ。まあ、それぐらいならちょっと怪しいんですよ。なお弁当もいっぱい入ってるなーと思ったら、なんか入れ物が二重になっててちょっと浮いてるとかさ。うわ、下こんな空洞あるやんけとか。なんか結構怪しいところはあるんですけど、まあ、そこはまあいいですわ。でも、うまいしね。美味しいし、やっぱセブンイレブンってコンビニの中でお弁当が一番うまいと思ってるんですよ。そう。量が多いのはファミリーマートだったりとか、スイーツがうまいのが、ローソンだったりとか、ホットコーナー、ホットシェフがうまいのはミニストップだったりとかっていろいろあるんで、まあコンビニそれぞれにいいとこあると思うんですけど、俺はセブンイレブンって一番バランス良くてデザートもご飯も何もかもうまいと思ってるんですよ。だけど、このポテトは値段と量と味が釣り合ってない。もう特別うまいわけでもないもんだって、そんなの。モスとかケンタッキーの方がうまいもん。こいつのせいで2000円超えたもん。俺今日の会計。こいつのせいで。いや、こいつ買わなかったら1900円ぐらいで済んだよ。こいつが、あるせいで2000円超えて、しかも財布の中に小銭が入ってなかったから3000円も出したんだよ。ほんでお釣りぶわ増えたもん。こいつのせいですよ。こいつのせい。こいつを買ってなかったら俺は2000円で釣りが来てたんだよ。やっぱみんな言ってる。そうだよね。ぜひ皆さんも買って文句言いましょう。これは買って文句言わないとセブンイレブンが気づかない。なんか写メとか撮ってさ、うわ、これ高いわーとか言ったら、それはお客様じゃないから、ぜひ買って文句言いましょう。もういっぱいツイッターにアップして。これ許せない。これ許せない。ねえ。しかもあんまり美味しない。そう。端が硬くて中ふんわりっていう意味がわからない。そう。そんなに美味しくないんですよ。言うて。あれ、ミニストップだっけ？あれじゃ、あれや。セイコーマートの皮のついているポテトめっちゃうまいよ。セコマのね、セイコーマートに売ってるポテトがあるんですけど、あれはね、ちょっとね、じゃがいもの皮がついてるんですよ。あれがめちゃめちゃ塩加減良くてうまいですよ。あれの方が安いぞ！ざけんじゃねえよって話でさ、多分ね、すぐになくなるぞ、これ。誰も買わないもん、こんな高いやつ。のりちゃん、それツイートしてよ、リツイートするから。ダメだよ。ツイッターなんかに書いたら、お前なんか、セブンイレブンからなんか言われるかもしれんやん。ただでさえ、ツイキャスにはさ、向こうはさ、迷惑被ってるわけでしょ？配信者の配信によってさ、コンビニは迷惑被ってるわけだから、その上にさ、ツイキャス配信者と思われし、おぼしき私がですよ、セブンの苦情のつぶやきなんかしたら、もう、二度と配信できないからね。いや、だから放送にしようと思って。いや、俺一回ね、つぶやきにね、書いて、下書きまでしてね、ぶっ放してやろうかと思ったんですよ。だけど、なんかその、個人の価値観もあるし、だったら買わなきゃいいじゃんっていうのも意見だと思うし、そんなことないよって人もいるだろうから、まあみんなに聞いて、どっちかなっていうのがあって、放送まで撮っといたんですよ、これは。なんか残すのもな、文字に残すのもなと思って、せっかく買ってさ、なんかちょっとかっこ悪いじゃないですか。そう。だから、どうせかっこ悪いことするんだったら放送の方がいいかなっていう。
自分セブンのポテト。だってこれ見て、これ本数。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。ね、あって12。これ、目視できる本数ですよ。まあ、ちょっと多少も下の方あるだろうけれど、まあ、大体10ですよ。これで倍盛りポテトって通常6本かよ、お前。なあ、指の数より少ねえよ、お前。なあ、指の数より少ねえ。石田さんちの子供に配ったら足りねえよ、お前。はあ、これ通常6本やないか、お前。そんなん言ったら。これで倍盛りだったら、お前。普段6本で売ってんのか、お前。なあ、お前、こんなんしかないぞ、お前。ポテト。買えんたけよ。こんだけしかない。うん。少なすぎるやん。どう考えても。いや、おかしいんだよな。グラムで決められてるんだけど、適当にやってる。あ、そうなんだ。だってさ、揚げ鶏とか、アメリカンドッグとか、コロッケは売れてたもん。これだけ全然売れてないから、俺が買ったんですよ。なんでこんなに売れてないのかなと思ったら、あ、高いわ、これっていう。これ一個買うんだったら、お惣菜とか、ご飯買うよな、と思って。そう。私は、いつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は、遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。